おはようございます。今週も Vlog やります。よいしょ、ただいま。いただきます。今日はタラです。タラをポン酢でいただきます。タラって結構味ないんですよ。今回は EAA とパンケーキミックスです。これでタンパク質の多いパンケーキを作りたいと思います。そしていつもヨーグルトにかけているゼロカロリーシロップです。まあ、これブルーベリー味なんですけど、これがまたうまいんですよ。訳あり野菜、不揃いや傷すれ等ございますが、美味しさには変わりありませんということです。だから安かった。不揃いな野菜たちによる味噌汁です。大根とチンゲン菜です。実は今日はやりたいことがあったんです。卵かけご飯をして味付けにほりにしで食べたいと思ってたんです。卵かけご飯にほりにし最強や。この時間にベッドに入れたのはあまりに幸せ。おはようございます。おはようございます。それじゃあ練習行ってきます。この度はお米を送っていただき、ほんまにありがとうございます。お米と手紙、大切にしたいと思います。我が子のように。いや、ほんまにお米毎日食べるんで、めちゃめちゃ助かります。ほんまにありがとうございます。皆さん、プレゼント送るときは会社に送ってください。お願いします。
ただいま帰ってきました。今日は実家でご飯を食べたいと思います。ただいま。グラタンとかせへんからありがたい。今日は実家に泊まりたいと思います。おはようございます。今日もいい天気よ。米ご飯おかわり。今日もめっちゃいい天気です。それにしてもあったかい。こういう日に練習したいですね。今日は今から会社に向かうんですけど、今日は会社の方の誕生日なので、その方の誕生日プレゼントを買いに行きたいと思います。化粧品をまず探しに行きたいと思います。まあデパートですかね。なんでちょっとまあデパートに行きたいと思います。結構たまったポイントで買われてる方が多いので、1ポイントでもたまったら1ポイント1円。今回 YouTube を見てくださってる視聴者様にお手紙とお米をいただきました。ほんまにありがとうございます。めっちゃ嬉しいです。手紙読ませていただいたんですけど、いやほんまにめっちゃ元気もらいました。何度も言ってるんですけど、まあ、こうやってYouTube を見てくださってる方々に励まされて頑張れているので、ほんまに感謝しかないです。改めて本当にありがとうございます。そして僕お米めっちゃ好きなんで、ほんまに嬉しいです。あと一人暮らしなんで、ほんまに助かります。はい、ということで最後まで動画見ていただきありがとうございます。この3日間も頑張ることができました。あさっては大阪の中学生を対象に陸上を教えたいと思います。多分40人ぐらいですかね。40人ぐらいの幅跳び選手を僕が指導させていただきます。一緒に頑張りたいと思います。最後にですね、よかったらグッドボタンとコメント、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイ。